こちら住宅街にある公園なんですが、倒れた木でブランコが押しつぶされています。福山市によりますと、昨日午前8時半ごろ、福山市紅葉町にある公園で管理をしている人から木が倒れていると連絡がありました。職員が確認したところ、公園内のひまヤスギが根元から倒れ、押しつぶされたブランコが大破していたということです。 雨が降った夜になかバリバリと音がして、もし子供がいたら王となってたなと思いました。はい。福山市によりますと倒れた木については3月異常があるので見てほしいと市民から連絡がありました。ところが、連絡を受けた担当職員が退職し、緊急度について引き継がれていなかったということです。倒れた木は樹木医が確認した後、撤去されます。